こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出の、テンバーアカデミー、Amazon 輸出サポートですね。どんなサポートをするか、その番外編というか、普通に儲かる商品をね、見つけ方を教えて、月10万、ね、儲けるように、3ヶ月で、覚えてもらうというのは、普通のサポートを、ね、してるんですけど、普通のサポートっていうか、なかなかこのサポートはね、予想じゃできないことですけど、大した努力をしなくても勝てる場所で努力をしなさいと。これどういうことかというと、一人一人の、ね、環境、使える時間、近くにどんな店があるか、今までどんな趣味があったかとかですね、そういうのを聞いて、扱う商品等をアドバイスしています。そして、商品の買い方、アカウントの作り方、トラブルの際の、解決方法、これらを教えて、3ヶ月で月10万稼げるスキルを身につけていただくんですけど、それ以外にもですね、儲かるチャンスだな、あるいはね、これやっといた方が得かな、損をしないで済むかな、ね、そういう情報があったときに、ニュースレターとか、あるいはスカイプ相談なんかでお話したりしたときに、情報を教えてます。で、過去、そういうね、変わったスポットの情報でどんなのがあったか。直近で言うとですね、EU 離脱で円高になるんじゃないかと、ね、イギリスの EU 離脱で円高になるんじゃないかということで、円高対策ということで、FX の使い方とかね、どういうふうに FX を使うと、損をしないか、ね、儲かるか、そういう話をさせていただきました。その中で、1年分の売り上げをね、あらかじめ今の水準で、売っちゃってくださいと、ドルを売っちゃってください。持ってなくてもドルが売れるっていうのが FX なんで、売っちゃってくださいっていうのをね、サポートさせていただいて、その通りね、10万ドルの、売りを推奨してたんですけど、10万ドル売ってた方は、その進めた時点で107円強、で現在102円前後、ね、1ドルにつき5円、つまり、50万円ぐらい、利益が出ちゃってるという状態になってます。それから国内転売で70万の利益。これね、歌舞伎フェイスパックっていう商品なんですけど、それを、買って、売れば儲かりました。でね、これ実はもうネットじゃ買えなかったんですけど、実は店舗に行けば買えたんですね。買える場所があったと。で、それをね、情報を見て質問あった方に教えて、購入して、利益を得ていただいた。そういうのもあります。それから3つ目ね、これ150万の利益なんですけど、ちょっと一言でね、説明しにくいんで、これは、興味がある方、ね、ご質問いただければ、会員の方には、そのままチャット枠でこれですとお答えしますし、逆に、まだ、ね、入会されてない方は入会した後のスカイプ相談の方で、こういうことですよというのは、これはご説明させていただきます。ですから、入会金とね、半年間のサポート費用を合わせて、55万円の個別サポートを受けていただくと、少なくともね、何ヶ月に1回、あるいはね、半年に1回ぐらいは、こういうスポットで儲かる情報も、差し上げていると。あとは、通常のね、3ヶ月で10万、稼げるようにスキル身につけていただきますんで、普通にね、55万払っても、余裕で何倍何十倍という形で回収可能ですけど、運のいい方はね、タイミングのいい方は、もう入会していきなり、そういう情報に触れて、あっという間に、サポート費用なんて回収というような事態もあります。そんな形の、転売アカデミーの、ね、Amazon 輸出個別サポートプラン、現在募集してます。で、まず、ペーパルで5万円だけ払ってね、手続きをしていただいて、その後、私とスカイプでお話ししてですね、サポートの、詳しい内容、どういうサポートをするか、その辺のお話をさせていただいて、で、サポート内容の確認後、じゃあサポート受けます。ということで残金を払っていただいています。で、逆にね、やっぱりちょっと勘違いでしたという場合はね、やめていただいて、5万円の方もお返ししてますんで、この機会に、ね、Amazon 輸出始めてみてはいかがでしょうか。今始めると年末のホリデーシーズンで、10万と言わず、ホリデーシーズンはね、今から始めた方でも十分、
30万ぐらいは稼げます。まあ、自己資金が多かったりね、あるいは他の転売で商品知識がある方は、それ以上、もしかしたら100万ドルぐらいも稼げる可能性も高いです。まあ、何しろ、今一番儲けやすいのはね、Amazon 輸出です。これは多少円高が進んだところでですね、やっぱ他の方法とは段違いにも分かりますので、何か他の収入が欲しいな、副業で稼ぎたいな、稼げるようになって会社辞めたいなという方は、この機会に天馬アカデミーの Amazon 輸出サポートをお勧めします。ご入会お待ちしています。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。